で、前回は、うん、あれだよね、あの、マスターソードを全裸で抜いて。そうそうそう。ええ迷惑や、ほんな。もうマスターモードを全裸で抜いて。はい、どうも皆さん、はじめましての方は、はじめまして、実況者メニケンです。はい、はい、ハントムでーす。突っ込まないんだ。ないよ。もう慣れたよ。今回はどこ行く？今回はですね、まあ、あの、まあ、開けちゃってるんですけども、この火山地帯をちょっとね。ああ、確かに準備してたね。その冷やしじゃない。そうそうそう。火を消していく感じで。火消し。そうそう、火消し。冷やさない火消し上げ派で。そうそうそう。つないてるか分かんないけど。つないてるか分かんないけどね。ベッドで寝る。すげえな。朝寝て夜に起きるんじゃん。立派なニートや。朝に寝て夜に起きる。ニートの基本。まあ、こいつ職業でやってないけど基本的にニートだと思うんだけど、まあ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 6000円持ってるしな今。いやいや、ニートじゃなくてあのあれやけ、そうそう、あ、あの岩ロック漁師やけ。岩ロック漁のプロやから。やりますね。どうした？ん？何してる？はい。はい。なんで？なんで？転勤？すごいですね。どこ行くの？すごい。あっかり地方遠いですね。まあ、まあ、な、頑張ってね。おう。髪型なんかもう癖強すぎん。いや、えのきやけしょうがね。えのきだか。えのきださん。悲しいな。悲しいな。彼の旅が始まった。はーい。カツラだ。あ、じゃあカツラなんかな、あいつ。強い。装飾品スタンドちょっとね作ってもらわないと ね貴重な弓とかがあるからな。そうそうそう、もう使ったけどな。よし、おい、あーああ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 あ、音ゲーすな。密かに音ゲーすな。で連打すると、うん、闇かいって言われるな。座らせろかな。弓はね、どれが一番いいのだろう今は。まあこれだろうけど、どう考えても。ああ。もしかの？この騎士の弓どんだけ持ってんの？騎士の弓なんか多くない？これやばくね？弓困らんやん、おめえ。いや、これはこれでやばいんよ。どうすんの、雷来たら。ああ！全滅するで。そうやね、確かに。家具。ドア。ドアがないんか。え？あ、確かにないわ。あ、なかった。ないわ。確かになかった。おい、作れや。ドアぐらい作れや。まあまあ、この、とっち、まあ言っちゃえば、この、なんかその、はーい。
あれよ、たぬき地商法よ。たぬき地商法、あの悪毒ダヌキ、ダヌキと、同様の商法役。やってること同じかよ。そうそうそう。困るわ。しょんぼい家を作って、どんどんなんか増築させて、金を絞り取っていくスタイルだから。課金で。課金この家の周りにハンマーは2つある。後ろの何これ。え、あ、それは、ただの。よくわからないもん。よくわからない。じゃあ行きましょうか。そうだね。本題行きましょう、本題。ここが一番近いか。マッスルって言ったらうまい焼け死ぬから。うわー、知らねえ。あ、確か焼け死ぬ。え、それ焼けるよ。多分。焼け死ぬはさすがにこれ。焼けるよ。あ、馬肉もらえる？やった。食べようとするな。馬肉もらえるんか。うわー、あれやろ、何やろ。何やろ。なんか思いついてが言うやろ。なんか霧がすごい。3？ なんだ、文字が読めなかった。ゾロが私を召しとるよ。んちょっとおい飛ばすな。ん会話はもう基本見ようや、ちゃんと。いや、あんまり攻略に関係なさそうだったらいいかなって。いやいや、よくないよ、もうそういうのもね。なんかそういうのもね、点々とやっていくのが実況者でしょっていう。まあ知らんけど。さあ、問題はこっからなんだよな。焼けるんだよな。そうそうそう。どっから焼ける？どっから焼ける？あ、でも、待って、それ、あ、焼けはしないんか、鉄だから。逆に有利か。そう、鉄、だから縦が危ねえ。ああ。あれ、メッキだからな。そうそう。鉄に見えてメッキだから。これな。鋼鉄リザル棒か。リザル棒じゃないよ。鋼鉄？強化リザルシールとか。さあ、あとは、オッケー、火消しはここに3つある。おう。8分、11分、18分。うどんどん長くなっていきます。つえつえ。デスマウンテン。マウンテンです。マウンテンです。ポッカポッカだっけ。あ、これ上質な肉になるんじゃなかった？ああ、なんかんちょっと待って、え、これ極上か、いいね。逃さん、絶対逃さんぞ。ああ、あのがされたね。うわうわ、不意打ちやめろ。心臓に悪いわ今は。あれ、はい、あれ動いたりしないよね。これはなんだ、投げれる槍。ああ、違った。牛骨盛り槍。いっぱいいる。おう、おお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 おもうなんかいろいろ倒したんやけど。だってちょっと情報量多すぎる。え、ちょ待って、しかもあれ動くし。え、動く。よく見たら動くし。え、待って、なんかそれさっき歩いてたやつ、歩いてたやついたやん。そいつ喋りかけないの？これ無理だって、無理だって。そいつやらんと、こいつみんな死ぬで、こんなみんな死ぬよこれ。ちょ、こっち来い、助けてくれっつってガイアの方に走っていく。いやいや、無視、しかも無視なの、草。壊れる。よし。おい、大丈夫か？これ、あ、マスターソードが一番。二発だね、マスターモードが。マスターモードで、マスターソード。三発？え？四発？強化されてる。強化されてる。もうダメだ。強化っていう単語が、うん、足が強化されてる。壁を強化する。あ、そっか、弓壊れたんや。そうそうそう。なんかいろいろ壊れる。やべ、はめ殺したい、今始まった。やべえ、なんだろう、ガーディアンって
こんなに可愛いもんだっけ。いやいや、あの足をもぐとこうなる。かわいそうに。なんか煙がなんかあれしたら戻ってん、なんか視点がこっちに向いてんの怖いんだけど。あんま減ってる感がないよ。ちょっと、いや減ってる、もう終わる。怖いわ、なんか煙がなんかそのなくなったらこっち向いてんの怖いわ。煙が晴れてからなんか出てくる。おお、違うやつ、違うやつ取った今。もうこれはもう仕留めた方がいい。仕留めないとあれだわ、あの取れない。もう、ああそっか、いけるか、さよなら、いける。あ、でも実際多分陸地やで。ほら、鬼だって。それはまずい。あ、こいつ脚力変態やっぱり。脚力やばい、やっぱ脚力変態で、残ってる。ちゃんとオッケーオッケー。残らでかく消えま、これはさすがに。離れすぎたら消えると思う、多分。だってあれも消えたやん、あの箱。あのあれはもう、うん、地平線の感、もうあれは知らんもん。よし、おお、危ねえ。今なんか言ったしていいから落ちるよ。あー、待って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 。いやでもさ、そもそも、いや一瞬なんか、いやー誰か助けてーって言いながら立ち向かったやん。立ち向かってたけど、あいつら今無理って分かったやん。しかもガーディアンなんか何ゲー、お、お、あ、温泉か。おいいね、昔は温泉水取るだけ。今それを取るあれがねえんだよ、ね、え、そもそも瓶、瓶がないから。瓶がねえ。妖精もね、瓶で捕獲できたけど、昔は。今素手。そうそう、素手なんやね。素手でガシッといっちゃうんだよね。もう、さすがだわ。ん？あ？赤い月ですかーってことはさっきのガーディアン復活しない？もう逃げ、もう、なるべく離れよ。終わりやん、あれ復活したら。フルコンボだどん。ねえねえ、うわでスキップすなー。まあスキップしてもいいけど、もう見慣れたやん。見慣れたのか。おお、お前ら復活すんか。怖いわ。てかこれあれ爆弾でいいね。で、一人残ったやつはやる。あ、それ燃えない。お、いいね。消すのが、消すのが早い。ねえ、エンダーアイが、エンダーアイ、エンダーアイじゃない。多分雲の、雲の目とかそういうレベル。おい、こっち来んな、こっち来んな、お前はこっち来い。夜行性に来たってことは今、夜。あー、よかったよかった。いる、あ、いない。あー、おい、離れたおかげかな。こいつはほっとこうかな。ほっとけねえわ、ほっとけねえやつが一人いるわ。ナイス。さっきからここ何往復すりゃ疲れた。ほんとよ、なんだろう、モンスター湧いてて、出たり湧いたりも、出たり湧いたり、出たり湧いたりはなんかもう出続けてるよ。引っ込めよ。あ、ちゃんとやるんだ。いや、ちゃんとやるところなんか久しぶり見たわ。めんどくさくなった。そう、なん近場になんか投げ捨てれるいい場所がねえなと思って。ああ、腕の骨、腕の骨を設置する。はどういうこと、それどういうこと、何、あ、手術やべ、うぅ、爆発力やばくね。いやよ、消す。何そのコマンドみたいな、回避コマンド的な。
殴る蹴る、殴る蹴る、それはただのただのいじめじゃん。殴る蹴る、お前はしかと、お前はしかとできん。片っ端から爆発させていく。なんかそのうわ見えそれ視覚的な邪魔をするんだ。よし、それはなんだ。ポカポカ、竹じゃなかった、ハーブ。ポカポカハーブか、マイクみたいな。そ、まあんなんかそれな、ハッピーな気分になれる。危ねえ、マイク。違う、バイオハザードにもあるやん、ハーブ多分。あれは合法だけど、あれは合法かい。鎧だけ、最大性鎧だけ。道がこっちになってね。いや、ちょっと待って、見て看板見ないと。看板見せて、そう、実況刺さる。もう何なんだよもう何なんだよ高温レベル1。ああ、焼けるよっていうことや。燃えて、あ、燃えた。よし、あれ、これ、あ、武器が燃えてる。あー、焦げる。オッケー。もうね、殺す気満々じゃないですか。いやー、ガーディアンいなかったよね、多分。いたか。何やってんの。死に向かんかったよ。私が守る。もう腹立つわ。そっち向いて。オッケー、オッケー。あー、弾けない。なんで。お、妖精。あ、でもやばくね、これ死んだら。近い。早かった。おお、ドーピング強え。うわあ、デスコン食らった、デスコン食らった。おお、それはやばいんじゃないですか。うわあ、スポンマスは、あ、スポンマス神。うわあ、おい、それはやばい。ここ無理だって、ほんとこんなとこで戦わすね。沈まんけん、沈まんから。あ、いい感じで足が。パーツが、パーツはもう諦めた方がいいね、これ。あ、え、2連続で撃ってきやがった、こいつ。鬼、鬼、それは。それは鬼。いや、てか、ここで戦わす普通。やばくね？それがおかしいと思う、俺は。どこ、ここ。まあ、てなわけでね、さっきのやつをボッコボコにしたところでね、この塔に登ってきたわけですが、そうそう、いい感じに登ってこれたんで、はいはい、まあまあ、とりあえず先に進もうかなっていう感じ。多分、まあ、向こうの方に行けばっていう感じじゃないですかね。おー。ですよね。いや、ちょっと待って、道なり見せて、ちょっと、もうちょっとズームして。そうそう、こう行けば、まあ、この辺に集落あるんじゃないかっていう感じなんで。そうそう。だから、ここら辺も。この辺を目指そうかなっていう感じで。ということだ。あ、そうそうそう、あれだな、その道。え、あ、あれだ、そうそうそう、あれ、あれ向かっていけ。よし、行きましょう。えい、あれ、これ上、え、上空にいても焼けるってね、親切仕様ですね。で、火消し効果 ついてなくね。まあ、なんか復活してるんですかね。うん、なぜか復活してるんだけど、あ、ちょっとは、あ、なんでだろうね、わかんねえな。なんで復活してんだろうね。さっき気のせいか。いや、でもこ、ん？それ、その道のりの一個上の山じゃね？そう。まあでもそのうち、道なりにたどり着くでしょうっていうことで。ああ。体力回復しないと。激戦を繰り広げた傷がちょっと塞がってないわ。気のせいでしょ。激戦なんてなかったんや。こんな俺が激戦になるわけねえだろ。一瞬倒すに決まったわ。ああ、それな？ちょっと待って。そっか。あ、あ、でもセルフ、火の弓になるってことじゃない、これ。知らない、そのまんまの弓を焼ける前の。ああ、上取り。このままほっといたらみんな焼けるから。そうそうそう。あ、でも、足っぽいのが見えたけど、そろそろじゃん。そうやね。金は何本あったっけ。金は。金がなかったら、ついても結局終わりっていうことあるわ、ね。金は金。ちょっと、もうなんか見る側にめんどくさそうな場所なんだけど、ここは。うわぁ。大丈夫か。
これ集落ではないよね。敵の集落説明受ける。南採掘場だって。強制労働されてんなお前ら。やべえ。やべえ。何も見なかったことに。お、南労働施設やん。もう何も見なかったことに。やべえ。彼らも負けたんやな。賭けに。カイジ。やべえ、賭けに負けたんだな、やつら。よくこんなところで働けるな。これあ、だから、ロールだせよ。いつもの戦法が使えない説あるぞ。この地域。ああ。一回ちょっかい出してみる。え？今のそういうやつだった可能性もある。おい、ずらすな。この位置。ああ、でも一瞬解ける。それはこいつが黒だから一瞬解けるのか。さっきのは、違う。熱いから。黒でも。おお、なん？あ、これ、ファイヤー。だから消える。そんなとこ行ったんだっけ。待てや。鋼鉄いいね。だからこれで落とす。これ、あ、これは縦オペやで。いや待って、縦として使わんと。なあ、それはやめとこう。もう逃げるか。これやばいわ。これダメだわ。もういつものんびり追う必要もねえからな。これが見る必要がない。うわあ！ちょっかいはかけるのはやめとこうね。あいつうぜえか。え、そこで死ぬ？いや、そこで死ぬ。それが俺だよ。戦闘と全く関係ねえ場所で死ぬよ。俺だよ。ハンバーグ！は。そろそろ着くかな。長いんだよな。うわ。マジでこんなところに見たら、ジューシー。うおー、あ、デスマウンテン確かあったね。あ、やべえ、これデスマウンテン恒例の隕石じゃないですか。やだ。大体かかりこ村の近くにデスマウンテンがあって、デスマウンテン、まあでもかかりこ村の、いやでもかかりこ村じゃなかったよね。近くじゃなかったのが今回初めてかも。そう、遠くなってます。そうそう。は？うわあ！命がけで。は？命がけで。足燃えとる。命がけで足燃えてます。命がけで足が燃えとる。なんかゴキブリみたいな。いや、もっとゴキブリはもっとかさばされてる。ちょっと動きが遅いな。ダメだ、ゴキブリ失格だわ。ゴキブリじゃねえ、します。ガン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 。ほら、ついたー。あのさ、一瞬ゴロンシティの BGM があれに聞こえたけど、あのなんか iPhone のなんか着信音に聞こえた。やめろや。あ、ほんまや、なんか聞こえる。マジでそれにしか聞こえなくなった。ね、この辺ほこらがあると思うんだけど、どこだ。確か校舎やったよね、割とそこじゃない、多分ね、道沿いだった。うわ、向こうの道沿い。あっち向きになってる。なんか光ってね。は？校長先生の頭こんなところにも。ここ宿や。宿屋とか言う前にさっさと装備。あ、え？は？は？何が？赤い月やん。おー、あー、いやでもさっき死んだけどね。そういうこと、あ、言うてしもうたやん。
言うてしもうたやん。自ら探していくスタイル。言うてしもうたやん、もう。もう言うてしもうとるやん。香辛料、いいね。それ、装備変える？変える変える。あ、売れるものがない。ないだろう。あ、あった。ああ。うわあ。うわあ。マグマなのか何なのかよくわかんない。そうそうそう。安定のスキップ。飛ばされるんで。もうもう、まあ見慣れだから。ワンちゃん。やっぱり聞こえるんだよ。うるせえな。ああ、アーマー。ここも早くここに行かなきゃ。頭だけバカだけ。なんでだ。炎ガードってことは全身つけたらもしかして炎無効化できるんじゃね、完全に。その火つかなくなるとか。これ二パーツでいいみたい。そうよ。おお。これで炎ガードなったんちゃう？そう。ちょっとわからんけど。言うなれば頭は廃人向け。あの下の装備も兼ねて作りたいとき、あのあれ装備したいより。なるほど。ああ、オッケーオッケー、大丈夫じゃ。おお。よし、これでもうこのミサイル自由に歩けるようになったから。そう。なんだろうね。そいつはどうでもいいとして。ああ、なんかあの。スワってめちゃめちゃ気になるわ、やばくね。ん？あの光？うん。あのクリリン。そう。クリリン。クリリンで通じるのかよ、それは。あれめっちゃ気になるんだけど。どうせあれだろ、ね、ネルドラでしょ。どうせ。だったら取り行かにゃいけま。ああ、ピン刺す。刺すのそこかよ、多分迎撃されるで、ここ行ったら無理ですね。今は無理だよ。さて、じゃあさっさとここらを探しましょう。うん、そこらへん。桜田小天社君、お顔はクールに、心はホットに。なるほど。おー、なるほど。深いね。これはもうあれだな、この工務店だけじゃなくていろんなところに使える。そう。カツラだ、獣よ、仕事の獣になって、ウィーッス。何？ウィーッ。ウィーッス。どうもシャムです。それも違う。桜田工務店社君、天気は七色。気分は春色。後ろの、後ろのカツラがよう覚えてる。さすがよ。カツラではない。カツラではない。カツラではない。カツラだ。カツラだな。桜田工務店社君、残りは引いてダメなら押してもダメよ。押してもダメ。ダメなんかい。ダメなんかい。結局ダメなんかい。カツラだ、行くわよ。喜んで。ああ、最後はもうシンプルに。ああ。そいよ。いいね。おお。いいね。よし。無事で回った。よし。じゃあちょっと奥も置いてから。お。お。妖怪っす。ん？ねえ、ある。走ってこいよ、もう。え？コンプリート。コンプリート。あーなんかいつもの戻ったわ。あー確かに。もう見慣れた風景やな。見慣れた風景やな。もうなんかそのノーマルモードでは見慣れてるね。いやーマスターモードもついに我が家か。そうやな、ちゃんと家になったな。そうだ。だいぶ充実、うぃー素敵だね。うぃー充実、うぃーなんだ今の。うわそっち。今ちょっと俺ら座れない。騙されたな俺ら。座れたね判定。ライネル10発撃てるからな。ダダダって。10発で3発。10ダメージかける3。10発 ?10 発は撃った。10発撃ったらマジでもう、それは、10かきでもねえで、それ。あの、10連バーストはねえで。じゃあ行きましょうか。
そうやね。本題いきましょう、本題。バーストである意味ないじゃん、それ。失敗って。